はい、どうもひこもんです。今日の野外飯はここにします。今日はね、いい天気が良くてソロ飯日和です。場所はことごとく埋まっていたためにここになりました。地べたです。まあね、ピクニックみたいな感じでいいでしょう。童心に帰ります。やっぱりこういう時にね、シーツなんかあるといいですね。今回いただくのはこちらです。バターチキンカレー飯、まろやか。カレー飯はいいっすよね、簡単で。しかもバターチキンですからね、もう間違いない。トマトの酸味とバターのコクが、ナマステ。トマトの酸味とバターのコクですよ、もう間違いない。出来上がりはこんな感じです。辛さレベルは中辛です。甘口でもいいんですけどね。まとめてね、箱で買ったんですけど、箱を開けた途端にカレーの匂いが漂ってきました。すごい匂いですね。ただね、その匂いがね、カレー消しゴムを連想させるんですよねちょっと食欲げんなりです。味は確かなものだと思いたい。ほんとお湯を注ぐだけです。カップヌードルの飯版です。日清さん、よくこれをね発明しました。このセルを剥がしたらね、またすごいカレーの匂いです。こっちの匂いはいい感じです。うん、カレーの匂いです。素晴らしい。では開けます。中身はこんな感じです。カレーの塊がドカンと入ってます。ドライフーズですね。ああ、鶏肉みたいのも入ってます。これが鶏肉みたいですね。あ、でかいのもある。ちゃんとでかいのもありました。バターチキンカレー飯、名前に偽りなしです。ではまたこれの出番です。ニトリのヒーテックス、熱湯を入れてきました。これを入れて5分です。では入れます。線まで入れます。測ってきたのでぴったりです。ちょうどぴったし。熱湯を注いだ時点ではまだかき混ぜないんですね。食べる直前にかき混ぜます。従いましょう。では5分待ちます。では5分経ちました。混ぜ混ぜタイムです。混ぜ混ぜしちゃうよ、ペラリ。今はね、汁っぽいですけど、混ぜると汁がなくなります。カレー飯マジック、よくかき混ぜます。とろみが出てくるんですよね。片栗粉でも入ってんのかな。うん、だいぶ汁気がなくなりました。なんかお粥みたいだな。ではいただいてみましょう。片栗粉入ってんのかな。片栗粉は特に入ってないです。豚脂、クリーミングパウダーとかトマトパウダーとか、うまそうっすね。これかな。増えるに粘るに在、なんて読むんだろう。加工澱粉、キサンタンリン塩酸。まあいいでしょう、食べましょう。では実食です。まずは匂いから。うん、カレーの匂いです。ではいただきます。結構辛いな、これ。中辛だけありますね。これは甘口の方がいいな。クリーミーなんですけど辛いです。でもうまいです。鶏肉の歯触りもいいです。これ結構うまいな。ご飯もアルファ米な感じがしないです。普通にご飯です。通常の普通のカレーが一番かなと思ってましたけど、うまいな。これトマトカレーっていうのもあるんですよね。それも非常に気になるんですけど、売ってるのを見たことないんですよね。暫定的にこれが一番好きかもしれない。ノーマルなビーフカレーがね、安定なんですけどね。好みとしてはこれかな。クリーミーかつ辛いです。ちゃんとね、水も用意してあります。やっぱり辛いな。鼻水が出てきたな。鼻水が出てくるってことは辛いってことです。まあ私は辛さに弱いっていうのもありますけど、いやー、うまいっすねこれね。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。カレー飯はね、量が多いのがとてもいいです。そんでもってね、汁が残らない。ほんと蛍光食にぴったりだと思います。ここね、こういうところ入れていけば持ち帰りも簡単です。というわけで、バターチキンカレー飯でした。これはとても美味しかったです。今のところ暫定1位です。いや、ビーフカレーも捨てがたいですけどね。とりあえずそれだけうまかったということです。
ではまたソロ飯でお会いしましょう。アデュー。